関係者で一つ輪になって手を取り合ってジギャバー、これを合図に心を一つにしました。この先は今日は会場の皆様方お一人お一人と実際に手をつなぐことはできないんですけれど、でも心をつないで素敵な時間を過ごしていきたいと思います。その素敵な時間は何のためか、今一番新しい私の手元に届いているそのフィリピンの状況なんですけれども、11月の8日台風30号ハイエン上陸して犠牲者現在で6000人以上、およそ1800人が行方不明のままです。負傷者は2万7000人以上、避難した被災者は390万人と言われています。今この時もフィリピンでは家もなく、食べ物もなく、水もなく、家族とも会えず、暗い寂しい時間を過ごしている同じくらいの子どもたち、同じくらいの世代の人たちがたくさんいるわけです。そこで何かできないだろうかというふうに思い立った私たちの仲間がいるわけですね。呼びかけをしてたくさんのアーティストが集まってくれました。多分いきなり声をかけても登場してもらえないんじゃないかと思いながら、主催者の中心のダリル・スミスさんが最初に電話をしたのが、これから登場してくださる金獅子太鼓の皆さんでした。いつということを聞かずに、こういうイベントをやりたいんだけどという電話に、やるよ、2つ返事で答えてくださったそうです。その後の答えが、質問がいつだったそうです。拍手でお迎えしたいと思います。金獅子太鼓の皆さんです。皆さん、こんばんは。ありがとうございます。私は、はい、先、まあ、今ご紹介したようなエピソードを、はい、実行委員のダリル・スミスさんから伺ったんですが、感想ですか？そうですね、最初に話をいただいたときに、ああ、じゃあやりましょうというふうな話をしましたが、今、紹介を受けて僕思ったんですが、いつとも聞かずにうんって言ってしまうあたりが僕の性格が出てるなと思ってしまってですね、ライブツアーもいっぱいあるのに適当だなと思ってしまいましたが、よかったですね。はい、しかし本当に私たちにとっても幸運なことに、ちょうど、まあ、開けていただいたと言いましょうか、ね、そうですね、なんとかしてくださった、はい、地元にいる時期でしたので、ありがたいと思います。はい、今日はもう存分に響かせていただきたいと思いますが、はい、ご準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。ではよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。緊急事態宣言です。Thank you.
とうございます。オープニングがカエルトライズということで、ゆっくりとした雰囲気から始まってきたので、皆さんお通夜みたいになってますよ、大丈夫ですか？こういうトゥギャザーというタイトルで一緒に、今日チャレンジで素敵なメンツが集まったわけでございますが、日本でも大変なことがもちろんございましたし、世界各国いろいろあるわけです。私たち音楽をする人間としましては、一人では音楽は奏でられない、いいハーモニーが出ないということで、特に和太鼓になってきますと、私一人よりも、今日4メンバーでありましたり、お客さんたちと一緒に、こういうステージを作り上げていくものだというふうに常日頃思っております。こういうチャリティーという一つのものになってきますと、いろんなものがございます。ですが今日はこの会場に来てくださった皆さんの顔は多分必ず忘れるでしょう。ですがそれは冗談といたしまして、ぜひこの短いっていう、まあ今日はちょっと長い時間ですが、みんなで楽しみたいと思います。別にシーンとなる必要は全くありません。皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほども私たちの楽曲の途中でブレイクタイムがポンと止まるところがありました。久々にシーンとしていました。ああいうところで拍手していいんですよ。今日はですね、他のアーティストが来た時も手を叩きたい時は大いに手を叩いて、そしてこのチャリティーの気持ちをぜひフィリピンの方に送りたいなというふうに思っております。ぜひ皆さんどうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやー、人の出会いというのはいいですね。今日初めてお会いした、ミュージシャンの方たちと思いますし、後で一曲今日のミュージシャンと即興ジャズの演奏を、後で聴いていただくわけですが、それの前にあと2曲、禁止したいこの楽曲を、今回はテーマに絆ということで、縁、縁、縁というふうな形で一つの縁が固まって、お客さん、ステージも、そして主催者の皆さんの気持ちが集まってフィリピンに行きますようにということでタイトルをつけております。それでは最後までお聴きください。よろしくお願いいたします。
Fire!